ストレート150切れ味抜群の投球を見せます。5回を投げて73球、2安打4、奪三振4と無失点ピッチングです。そしてファインプレーいきましょう。バックホームを任せます、オスナー選手。このエリアの打球は強いですね。そして高い位置は敵の強い当たりを捕まえて失点を防ぐ山田選手のファインプレー。そしてこのファイトへの伸びの当たりバックしながらドミンゴ先生のナイスキャッチ、バックの守備を見せます。原樹里投手もナイスフィールディング。はい、ということで前半の第2走をお送りしていきました。何してるんですか、そこそお待たせいたしました。スマクロー空中クルリングタイム。昨日はスマクローのもうちょっとでね、ハイライトかぶることでしたけども、さあ、みんなも楽しみにしますか。スマクローお願いします。応援団の皆さん、ハイコで手拍子のリズム作ってもらってもいいですか。それでは行こう。